ブライアン・ロバート・マクブライドはアメリカ合衆国入りのイシュー・アーリントン・ハイツ出身の元サッカー選手、元アメリカ代表。現役時代のポジションはセンターフォワードであり空中戦に強い典型的なターゲットマンとして知られていた。なお、60年代から70年代にかけてアメリカ代表で MF を務めていたパッド・マクブライドがおり、同性のために 父親と考えられているが、ブライアンの父親の名前は、マット・ジュニアである。キャリアの多くを、ヨーロッパ、特にイングランド一部のフラム FC で過ごし、在籍中はファンから人気を集めるだけでなく、首相も務め、同クラブを退団後に、フラム側は敬意を表して、クレーブン固定時内のスポーツバーの名前を、マクブライド S に変更した。現役引退後は、 次世代のテントリアの育成を目的としたマクブライド S アタキングサッカーアカデミーを設立してコーチを務めている。イリノイ州アーリントンハイツに生まれたマクブライドはバッファローグローブ高校で学年選抜に選出されるほどの力を示していた。高校ではフォワードのみならずディフェンダーやゴールキーパーを務めていたにもかかわらず4年間で80得点。 上級生時代には33得点を記録する得点力のある選手として知られており、またパレード誌によるオールアメリカンにも選出された。下級生時代の1988年にはジョンやアーファーット監督のもとでイリノイ州選手権優勝に導き、ウィリアム・フレームド高校とのプレイオフでは前半に花を折る大怪我をしたものの後半にも出場を 果たして決勝得点を挙げた。スティーブンソン高校との地域決勝戦に進出した上級生時代はゴールキーパーを務め、幾度ものペナルティーキックを防ぎ具とともにカウンター攻撃の起点ともなった。その後、各年で新しいユニフォームを母校のサッカー部へ寄贈するとの条件でナイキとスポンサー契約を締結している。1993年に卒業した セントルイス大学では4年間で89試合、40アシストという輝かしい記録を残す。在学中の1992年にはオールアメリカン2軍、1993年にはオールアメリカン1軍に選出されただけにとどまらず、クレートミッドウェストカンファレンスの最優秀選手にも3年間連続で選出され、さらにオールカンファレンスの1軍に選出された。 その活躍からマクブライドが着用していた背番号20が2002年に永久欠番となっており2009年にはファンの投票によってハーフセンチュリーチームに選出された初期短期間在籍したカイリーグにあたるユナイテッドステーツインターリージョナルサッカーリーグのミルウォーキーランページではトニー・サネーと共にリーグで大暴れし17試合18得点18 アシストと別格だった。このサネートは後に代表でも同僚となり、2002フィーファワールドカップのポルトガル戦で右サイドバックを務めるサ、ネーのクロスによって得点を挙げている。1994年にはアメリカを離れてドイツ2部の VFL ボルフスブルクと契約し、同胞マイクラッパーと共にプレーすることになったが、両者共に定位置を確保するのに苦労しており、 前半戦の終了時点で、出場3試合目の FSV フランクフルト戦、DFB ポカールのバイエルン・ミュンヘンツー戦の2得点に、とどまり、さらに、後半戦では、得点を上げることができなかった。なお、ポカールでのチームは、ボルシア・メオヘングラートバッハとの決勝戦まで、進出しているが、自身の出番はなく、タイトル獲得も逃している。 コロンバスクルー・ボルフスブルクから放出されて母国へ戻った後メジャーリーグサッカーのドラフト会議前の1月にドラフト対象選手が一堂に会してリーグ関係者の前でテストを行う MLS コンバインに参加するコンバインでは突出した能力を披露しテスト最終日には3得点を挙げるプレーをすると1996年2月6日に MLS 史上初となる就任ドラフトで全体で一番目にコロンバスクルーから指名されて入団した。コロンバスクルーでは2得点を挙げる鮮烈なデビューを飾って以降、シーズン終了までの間に28試合17得点、3アシストを記録する等、1年目から中心選手として活躍し、退団するまでの8年間で161試合に出場。 クラブ史上最多得点記録となる62得点を挙げ、ロベルト・バジハに次ぐ45アシストを記録した。また、2005年にはリーグ創設10周年を記念した MLS オールタイムベスト11に選出されている。MLS でプレーしながら期限付き遺跡で2度イングランドへ渡ったマクブライドは、まず2000年8月30日にデビッド・モイーズ監督率いるイングランド二部の プレストンノースエンド FC と2001年3月までの契約を締結する。先発で初出場を飾った9月16日のストックポートカウンティ FC 戦ではチームサイトの点取りやジョン・マッケンの負傷によって出番を与えられると相手 DF マイクフリンに阻まれて得点を上げることはできずにチームも敗戦したが全体的に良いプレーを見せて悪くない評価だった。 しかし、次のフットボールリーグカップのコベントリーシティ、FC 戦中に腕を蹴られ、それから一週間後のシェフィールドユナイテッド戦でほぼ同じ場所をぶつけると、当初はあざかと思われたが、最終的に手術で除去が必要な決戦となってしまい、医師団の判断によって、治癒過程に必要な工業顧薬の服用が不要になるまでチームから離脱を余儀なくされた。 この負傷の影響から10試合の出場と、決して多くなく、2001年2月11日のクイーンズパークレンジャーズ FC 戦での初得点のみに終わったものの、プレストン側からの評価は高く遺跡金184万ドルで、完全以降の申し出がなされた。しかし、クルー側は、マクブライドの価値は、定時額の2倍あるとの理由から拒否して、会談は終了した。 コロンバスクルーに戻った後、決戦の再発に苦戦したこともあり、輝きを取り戻せずにいる中、プレストンの滞在から約2年後の2003年1月6日に、イングランド一部のエバートン FC を率いるかつての恩師モイーズ監督からの要望に応えて3ヶ月の短期期限付き移籍をすると、初出場を飾った1月12日のトッテナムホットスパー FC 戦で、 先制点となる初得点を挙げ、続くサンダーランド AFC 戦では同点弾と決勝点を挙げて勝利に導き、2試合3得点と素晴らしいスタートを切った。最終的に8試合4得点を記録したマクブライドに対してエバートン側は期限付き遺跡の延長を模索するもクルー側は完全遺跡のみを好み、またマクブライド自身も MLS カップに連覇を。 目標としていたため破断となった。フラム2005年、フラム FC でのマクブライド2004年1月20日、対談するルイザ派の代役として、イングランド一部のフラム FC と2年半契約を締結する。一石金は110万ドルから150万ドルと見られており、また当初はブラックバンド・オーバーズ FC へ移籍間近だったものの、契約条項の相違から破断していた。 1>, 1月31日のトッテナム戦で、バリー・ヘールズに代わって59分から初出場を飾ると、それから9分後に、イアン・ピアースのシュートを、相手 GK で同胞のケイシー・ケラーが引いたところを押し込んで、初得点を挙げて、以降、2003から04シーズン後半で18試合5得点と、まずまずの結果を残した。2004から05シーズンは、 リーグ戦31試合6得点、2005から06、シーズンは38試合10得点を記録したように、次の2期は堅調な得点ペースを推移しており、この仕事ぶりは2005から06シーズン終了に、伴い期限切れとなる現行の契約を2006年3月10日に1年延長されるといった形で評価され、さらに2006から07シーズンでの公式戦で、 チーム最多の12得点を挙げたことが2007年2月2日に契約を1年に延長することへとつながった。翌2007から08シーズン開幕前の8月8日にチームの首相に任命されたマクブライドはチームにとって不可欠な選手としてさらなる飛躍を望まれたが8月18日のホームでのミドルズブラ戦で初得点を挙げた際に膝頭を脱球したことで 前半20分に単価で運ばれて試合を後にし、2008年1月下旬のカーディフシティ FC との親善試合までチームと合流できずにいた。2月3日のアストンビラ FC 戦で後半から待望の復帰を果たし、3月16日のエバートン戦で復帰後初得点にして決勝点を挙げ、降格の危機にあるチームに貴重な勝ち点3をもたらした。2008年5月28日、 アメリカへ帰国して MLS でプレーするためにフラムを退団することを発表。同クラブでは4年半で公式戦1 5 4試合41得点を記録した。晩年2010年、シカゴファイヤーでのマクブライドフラムでの契約満了に伴い自身のキャリアを MLS で終了するためにアメリカへ帰国を決意し自身の故郷を拠点とする。 シカゴファイヤーへの入団を絶望したこともあり、同クラブ円滑に入団すると思われていたが、トロント FC がドラフト会議での配分権を所有していたことで最初に契約できる機会を持っていた。交渉は難航を極めていたが、最終的に7月30日にシカゴ側がチャドバレットと2009年度の MLS、スーパードラフトの一巡目での指名権との引き換えで決着がつく。 8月16日の DC ユナイテッド戦で後半から初出場を飾ったマクブライドは北京オリンピックに参加していたことでチームへの合流が遅れる状況だった割には少ない時間の中で良いプレーを見せたものの得点を上げることができずチームの7試合連続無失点記録を途絶えさせてしまったしかしそれからすぐさまに適応を見せて8月31日のヒューストンダイナモ戦で 初得点を挙げ、最終的に、レギュラーシーズン11試合後得点にアシストで、チームに好影響をもたらし MLS カップ、プレイオフ進出に貢献。フルスコロンバスクルートのカンファレンスファイナルで頭で、先制点を挙げたが、チームは、最終的に1から2で敗退して、決勝進出とはならなかった。2009年シーズンは、 スーパーリーガでの3試合に得点を含めて9得点を記録する。2010年シーズンもチームの主力として活躍する中、2010年9月3日に同シーズンをもって現役引退することを発表し、シカゴファイヤーのホームトヨタパークでの最後の試合では、後半途中に19000人もの観客からスタンディングオベーションを受けてベンチに下がった。同試合で無得点に終わったものの、 現役最後の試合となった10月24日のチーバス USA 戦ではフレドリック・ユングベリのパスから MLS での80得点目を記録した。キューブに当たるノンリーグのウェンブリー f c でテクニカルアドバイザーを務めるテリー・ベナブルズの FA カップ出場を目指すとの意気込みにこうして、レパーラー、グレアム・ルソー、マーティン・キーオン、 クラウディオカニーヒアといった元選手たちと共に一次元役復帰を果たす。また、GK コーチにはデビッド・シーマンが就任した。後に、ウーゴ・エヒオグも参加するも、8月30日のアクスブリッジ FC との予選1回戦で0からごと大敗し、大会を後にした。1993年3月25日のホンジュラス戦でアメリカ代表初出場。 1996年11月3日のグアテマラ戦で初得点を記録し、代表引退するまで95試合30得点を記録した。FIFA ワールドカップには 1998FIFA ワールドカップ、2002FIFA ワールドカップ、2006FIFA ワールドカップの3大会に出場しており、1998年度と2002年度と得点を挙げたことで、 ワールドカップの2大会で得点した最初のアメリカ人選手となっている。また、ワールドカップでの得点数は、バート・パテナウデとドのバンに次ぐ3番目である。2006年5月2日にワールドカップの一員に選出されて、自身3連続目となる出場を果たしたが、グループリーグのイタリア戦で、相手のダニエレ・デロッシから顔に肘打ちをされたことで、血まみれとなって3針を必要とした。 なお、デロッシにはフィファから4試合の出場停止と罰金1万スイスフランが課された。同大会終了後の7月26日に代表引退を表明した。2008年7月18日に3枠あるオーバーエイジの一人として北京オリンピックの一員に選出され、首相を務めた。コロンバスクルー、ありがとうございます。